トマス・マンフレディには、イタリア・エミリア・ロマーニャ州フェラーラ出身の、元サッカー選手。ポジションは DF。1997から98シーズン、セリエ C2 のスポール1907で、トップチームデビュー。2シーズン後には、ウディネーゼ・カルチョに移籍し、セリエ A デビューを果たす。2005年夏に、ステファノ・コラント王の新監督の率いるアタランタ。 BC に移籍するが、2005から06シーズンは、リミニカルチョ FC、翌2006から07ボローニャ FC へレンタルされ、コラントゥオー王の監督の下でプレーすることはなかった。2007年夏にアタランタに戻って、以降はチームの主力としてプレーしている。2011年8月、ヤオチョースキャンダルに関与したとして、イタリアサッカー連盟から3年間の出場停止処分が下された。 しかし、控訴審では、無罪となった。なお、2007年にも違法賭博の疑いで3、ヶ月間の出場停止処分を受けている2014年1月15日、US サスオーロカルチョに移籍。2015年1月12日、セリエ B のビ,ビジェンツカルチョに加入することが決定した。翌年8月25日、ニコラ・ポッチと共に、クラブとの契約を解消した。 ありがとうございます。